探そうか、奥。僕にくれるのかい。お、これは。ここでしか手に入らない。BB戦士ナイトガンダムの組み立て、きっと迷子になってたかと思えば、あんなものを売りつけられやがって。お、待てよ。僕って金持ってたっけ。お客さん、代金の方よろしいですか。 今日はこの街で宿を探すとしよう。おい悟空、もう俺たちから離れるんじゃないぞ。聞いてんのか。ほら悟空、何やってるんだ。もしかしてこれが見たいのか。いいか悟空、俺たちは遊びに来てるわけじゃないんだ。のんきにこんな見せ物を見てる場合か。ほら、 行くぞ。来いって言ってんだ。あともうちょっと。今夜はこの街に泊まるわけだし、少しくらいのんびりしてもいいんじゃない。ああもう今日だけだぞ。ああ、今日もよろしく頼むぜ。どうした、おい、なんだその仮面は。 すごい人の数だな。闘技大会ってそんなに人気なのか。この国ではこれが普通。勇敢に戦う者こそが人々から崇められるんだってさ。あ、悟空、こっち。おい、そこは。おい悟空、一人で行くなって。本当にこっちで合ってんのかよ。 Thank you.
マスクのせいか。観客たちを避難させなければならなそうだ。ここを任せられるかい？ああ、やってみる。 敵か。悟空。自分、悟空の知り合いが。お前は誰なんだ。仕方ないな。ワイは佐五条インパルスガンダムや。佐五条、悟空は一体どうしたんだ。 眠ってるぜ。まあ、やはりあの姿を維持するためには多くの体力を消耗するようだね。何か分かったか？思った通り、このマスクは装着した者の本来の何倍もの力を引き出すことができるようだ。あいつらからとんでもなく邪悪なパワーを感じたのはそのせいか。その代償も大きいみたいだけどね。 一体どうしてこんなものが。おおよその見当はついている。
無邪気な顔で眠ってやがる。わからない。悟空は何が原因で変身するのか。なあ、諸葛亮。こいつはまたいつ暴れ出すかわからない。早く原因を突き止めようぜ。そのためには彼のことをもっとよく知る必要がある。一体何者なんだ、お前は。